たまきいたしましたら、手とされで交差いたします。はい、でさっきはちょっと止めておきます。はい、仮紐をして止めてあります。はい、その上に四重の仮紐をいたします。はい、次垂れ元から、はい、帯を開きましたら、はい、べもんの位置からだいたい10センチぐらい取りますと、こちらの片山に行きますので、はい、このように取りまして、はい、二つ山ひらを、はい、このように作ります。はい、作りましたら、はい、2本の紐をかぶせまして、はい、この山の延長線上、手前の山の延長線上に指を入れまして、はい、ここを押さえてまっすぐに引きます。はい、そうしますと、はい、中心でひだが重なっております。はい、この延長線上を、はい、このまま、はい、同じ長さを作りまして、はい、ここで、はい、クリップで印をつけておきまして、はい、このひだの延長線をたたんで中心に持っていきます。はい、持っていきましたら、はい、耳端を、はい、両側につけまして、はい、中にタックを取りまして、はい、一本を下に下ろします。はい、そうしましたら、はい、このように、はい、同じひだができますので、はい、下ろします。はい、この状態を作りましたら、はい、真半分に折った、はい、この帯を、はい、ここで、はい、3等分畳んで、はい、輪が3つ。できるようにこのように上に置きます。はい、そうしましたら、奥に2本ありますので、はい、1本だけこのように入れます。はい、入れましたら、はい、今のこの下に枕を置いて、はい、中心に枕を置きましたら、はい、左は羽の下、右は羽の上に、はい、紐がいきます。はい、帯揚げも、はい、前で止めておきます。はい、枕をきれいにかぶせましたら、はい、羽がもう出来上がってますので、はい、これをそのまま、はい、左の方に流して、
はい、このように流しておきます。はい、次こっちにある、はい、この手先を、はい、タックを取りまして、はい、このようにしましたら3等分に畳んで下だけを伸ばします。はい、そしてワハシを内側に折りますと、はい、このようなひだが出来上がりますので、はい、もう一本の、はい、ゴムがありますので、はい、これを、はい、このゴムの中から下から出して、はい、ここに入れ込みます。はい、これは上にかぶせて、はい、このように丸みをつけます。はい、ここだけ斜めになります。はい、そうしましたら、はい、この下の下がっている、はい、この帯を少し上に折り上げましたら、はい、手先の無地が出ないように、はい、斜めに、はい、持っていきますので、はい、左は帯幅の3分の1、右は帯幅の中心になるようにして、はい、帯締めを前に引きます。はい、ここまでできましたら、はい、帯を広げまして、はい、ここに、はい、縦穴の感じを出しまして、はい、この縁を中央で、はい、開いて裏を出して下ろしますと、はい、ゴムが隠れますので、はい、自然にできるひだを形づけます。背中にしっかりとつけて開きます。はい、中にきれいに折り込みまして、はい、帯締めを、はい、しっかりと、はい、結びます。折り込みます。
縦読みいたしました。最後の漢字になります。